はい、速稼塾の久保でございます。今日は1分で4600円稼ぐ話ということで、これ前回実はね、この動画上げたんですよ。それの後日談ということでございます。三井住友カードのリボ払いのカードなんですけども、これを A8 ネットのセーフバックで申し込むのに大体1分ぐらいかかったんですよね。それで未確定報酬が4600円上がったんで、あとは待つだけなんですけども、今日こちらの通知が来まして、中にねカードが入ってると思います。ですんで未確定報酬が確定に変わったということですね。ほらカードがあるでしょ。はい、ということなんで、このカードで、まあ、私は使わないかもしれませんけども、一応ですね、リボ払いができるということでございます。ちなみにですね、このカード総利用枠300万で、カード利用枠が300万、リボ払い200万。おお、結構なボリュームで使えますね。うん、私もね、ほんの数年前まではクレジットカードなど作らせてもらえないようなそんな身分だったんですけどもね。ちなみにリボ払いなんですけども、年利 18% ですね。結構しますね、やっぱりね。まあ利用は計画的にということなんでしょう。まあ今日はこちらの三井住友カードのリボ払い用のカードが届きましたんで、前回のこのね動画の続きになりますけども、まあ、カードが届いたんで確定報酬になりましたよってことでございます。あ、なんかあと10人に1人10万円当たるキャンペーンとかっていうのも入ってますね。まあいろいろと特典があるみたいですけども、どちらにしてもあれですよね、キャッシングとかしないとこういった特典にありつけないんで、その高い金利を払った中からプレゼントをもらうっていうかね、当たるっていう感じなんで、まあ利用しないのが一番かなと思います。ただやっぱりね、やっぱこう10万20万どうしてもリボ払いでもいいから欲しいなっていう時には役に立つ場合があるんじゃないですかね。まあいつでもね、ペイペイ払いとか現金払いとかクレジットカード払いで事故がないようにするのが一番ですけどね。じゃあまあ今日はこちらの三井住友カードね、こちらの方をレビューしてみました。4600円いただきました。ありがとうございます。ナンバーレスね、ナンバーが書いてないっていうね、いいですね、ね、こちら、ぜひね A8 ネットからまだキャンペーンやってればお申し込みください。